浮き輪持ってる人、おそばありがとう。なみなみついてくれた。ほうじ茶好きなの？なんかね、我が家荒野家は麦茶が主流だったのに、なんかほうじ茶にハマってるらしい今。実家では料理するの？しない。料理はお休み。もう今年は来年です。また来年。よいしょ。あ、これがいいじゃん。これすごい懐かしいアングルでは。やっほやっほー。うん。ご両親に挨拶？ほうじ茶？美味しい。皿洗い？しない。おやすみ。今年も残すところ25時間30分。うわ、細かい。やだ。そんなんしかなくなっちゃった。実家では姫に戻るんですね。そうですよ。おやすみ。家族に作ってあげないの？まあまあ、作ってって言ったら作りますかね。今のところお休みです。閉店ガラガラです。釣り猫くん結婚してします。おせち料理作らない感じ。作るのかな。何も聞かされてないや。どうなんだろう、わかんない。いやいや、お母さん料理食べてもらったことある。あ、今日ね、ちょっと作りすぎて、帰る時までに食べきれなかった料理を持って帰ってきて、今日の夕飯に出してもらいました。お母さん近くにいるの？あっちの部屋にいるよ。リビングにいるよ。あ、そう、お皿洗いはね、うちは食洗機があるので。そう、名古屋のお家と違ってキッチンが広いので食洗機置くスペースがあるんです。よくにゃんさん、シャチホコハートありがとう。今日も再燃配信か皿洗い配信？ダメだよ。名古屋戻ったらまたするね。待ってて。料理の評価？美味しいって言ってくれました。嬉しい。パンダくん結婚してします。あ、待って、テロップ出してないじゃん。毎日配信5日目だよ、みんな。どうしよっかな。帰省した4です。招き猫くん、おそばありがとう。ひめたんの料理の味は実家の味に近い？わかんない。どうなんですかね。私の味かも。扶養家族に入れてください。それお母さん、お父さんに言って。エビちゃん、おそばありがとう。5日目、皆勤賞。おお、さすが、ありがとうございます。あれ、これいつまでやるんだっけ。元旦までやろっかなと思ってるよ。良いお年をしよう。あと明けましておめでとう。こんばんは。扶養家族ってどういうことなの？
養うってこと？お父さんが年下になったら、でも同じくらいじゃないかな、多分。親孝行せんとね。親孝行ってさ、なんだろうね、なんか旅行連れてってあげるとか。深夜に配信、それはちょっとね、私がもうグラグラでお話できなくなっちゃうと思うから、ちょっとちゃんとした時間帯にやろう。深夜に配信できるんだっけ。小気味は結婚してします。姫タンショールーム嬉しい、本当そう言ってくれてありがとうね。ね、扶養家族なんかよくわかんないね。いいよ、みんななろう。メンバーは24時まで。いや、喋れるかどうか。婚約者たくさんいる？いないよ。大晦日朝まで OK なんだ。うわ、そんな配信する子とかいるのかな、すごいな。なんかメンバーとかと過ごすんだったらありだけどね、一人でずっと朝までは寝ちゃいそう。年越しさ、みんなジャンプするの？私はしないよ。年越しジャンプのさ、しきたりは何なんだろうね。変なの？待って、ここにいるみんなが姫たんの扶養家族だって。だってさ、みんな。この下にいるみんな扶養家族らしい。年明けジム行く？いや、年明けって元旦？多分やってないんじゃないかな。し、私も神奈川にいるから行かないわ。うん。年明けに地球上にいない。なるほど。だ、その理論で言ったらさ、鳥さんとか毎回いないじゃん。どういう？これ言ったらおしまい？あ、そうそう、ユニット公演ね。優勝できなかったね。ユニット対抗戦。みんな投票してくれましたか？投票してくださった皆さんありがとうございました。僕らのくじ引きビクトリー、もう一回ね、なんか公演したかったですけど、まあまあまあ、他にね、またなんかこういう企画あったらいいですね。鳥ってさ、夜中飛ばないの？投票したありがとうございます。なんで？鳥って夜中飛ばないらしい。じゃあ鳥も地球上にいるらしい。そう、なんかチーム違う先輩とかさ、後輩とか同期とかと
公園出たいな。普通にフェス公演覚えて寝たいっていう話をマネージャーさんとして、枠空いたら出してあげるって話になりました。イエイエイ。鳥寝るんだ。寝るか。ごめん、鳥は寝ないのかと思った。鳥目。そう、アンダーでさ出たっきりなんだよね。フェスティバル公演大好き。2回ぐらい出たんじゃないっけ私。ねえ、シャッフル公演もまたしたいね。鉄なしたい、鉄な。10期の公演もさ昇格したけど続くの？あのやつ。あ、私3回出たことあるんだ。衣装がいいんだよね。ソロコン？ソロコンってなんだ。フェスティバルユニットできるならね。でもな、ユニット長らくやってないから。何がハングリーライオン、客席のさ方まで行きたい。客席の方まで行かないか、花道座ってさ、いいよねあれ。そう、鉄男はね、アメピ固定でしたね。下手のポジション固定でした。本当はね、あの中止になっちゃったんだけど、これも言ったっけな、なんか一回中止になっちゃったんだけど、鉄男その時にあのこの胸のバーコードやるつもりだったんだよ。ねえ鉄男、やりたい。あ、これ行ったことなかったっけ。そう、やりたかった、覚えたのに中止になっちゃった。アメピもね、やりたいですね。そう、最初の青の衣装かわいいよね。あとそれもさ、脱いだ時のあれ、あれも好き。私は谷さんの青色の衣装着てたの。あら、シャチホコさんハートありがとう。それ入る予定でした？はあ。ねえ、 S のユニットもやりたい。なんかさ、私 S のユニット課金されたら何やると思いますか？エビちゃん年越しそばありがとう。何が似合うと思う？なんかみんなにね、なんだっけ、ナターシャやりそうって言われる、メンバーに。やっぱナターシャ？ここで一発。誰とやる？じゃあナナちゃん、ナナちゃんですか。エジッパーやってみたい。ココイチ、じゃあ誰とやるの？ココイチやるとしたら、あ、この世界もね、よく言われますね。ナターシャとこの世界って言われる。
ナイアンドココイチ。うわ、花占い。いやん、なんか何年やってないんだっけ。2年かな。お、15分経過した。イエイ。2年。うわやば。ねえ、なんでユニットできないんだろうね。なんか時間が長くなっちゃうからかな。でもさ、なんか客席もさ、なんかたくさん入れるようになって、なんか公演のね、あの集合時間とかもなんか前よりも、なんて言えばいいんだろうな、緩くなったじゃないけど変わったのね。だから復活してもいいと思うんだけどな。あ、そうだそうだ、人数少ないから回せないんだ。そうだ、聞いたわ私、なんでユニットできないんですかって。そう、ユニット12人でやると忙しすぎちゃうからできないよみたいなことを多分言ってた気がするな。ねえ、やりたいですね。ね、難しいですね。あ、そうだ、明日ね、お母さんと一緒にケーキ焼く話になってるので、明日の配信はそのケーキを食べる配信にしようかなと思っています。ケーキお披露目とケーキ食べる配信。お楽しみに。今日はね、煮込みハンバーグ食べた。ニューイヤーケーキだよ、知ってますか。招き猫くん、うま、ありがとう。ママは登場しないよ。ニューイヤーケーキ、そう、年越しのケーキを、シフォンケーキかな。明日何時にしよっかね。頑張ってください、ありがとう。頑張る。何か埋め込むプディングみたいなやつ。普通のシフォンケーキになんかちょっと飾り付けしたいなって思ってます。餅の形、何を言ってるんだ君は。餅の形ありですね。でみんなもなんかケーキ用意してみては。小気味のお手紙ありがとう。ね、明日みんな、なんかさ、あれ誰に聞いたんだっけな、奈々ちゃんかな、なんか奈々ちゃん奈々ちゃんさ、なんかお餅好きらしい、あの人お餅好きなんだって奈々ちゃん。でね、関西の人のお雑煮って本当になんか白味噌に丸いお餅なんですか。
丸餅は関東だっけ。え、お餅好きなのめっちゃ可愛くない？ねえ、ななちゃん絶対お餅喉に詰まらせちゃうから食べさせたくないんだけど。え、やっぱ丸餅なんだ。白味噌は京都？そうなの？え、そう、雑煮、お雑煮ってさ、家によって違うから面白いんだよね、みんなの話聞くの。お、白味噌やっぱ。私のお家はね、普通のお出汁に四角い餅。ねえ、なんかさ、スーパーとか行くとのし餅っていうなんか大きいまだ切ってないお餅とか売ってて面白かった。愛媛のお雑煮は丸餅で中にあんこが入ってる。なんだそら。それで普通にしょっぱいだしってこと？あらのきはおすましです。そう、四角いお餅なの。椎茸だしかな。うちは鶏ガラのだしに焼いた角餅。面白い。型抜き野菜と白味噌と丸餅。やっぱ関西の人って丸餅なんと白餅なんだ。白だしなんだ。白味噌なんだ。ゴミ箱のひよこちゃん、ハートありがとう。実家の自分の部屋まだあるの？ありますよ。ここ自分の部屋だよ。へえ、そう、焼いたお餅入れます。え、香川のやつもあんこ入ってるんだ。へえ、味はさ、全体的に甘いお雑煮なのかな。え、関東がしょっぱいじゃない、普通のだしで角餅で、関西は白味噌に丸餅で、香川和県はどこだろう、四国とか中国らへん、ごめんなさい、があんこ入ってて。じゃあさ、東海地方は何だろう。東海教えなさい。え、のし餅って買う人いるのかな。あんなすごい食べきれるのかな。めっちゃ大きいんだよ、知ってる。お雑煮子供の頃好きじゃなかった。わかる、私もね、あんま好きじゃなかったけどね、今は好き。お餅何味が好き？砂糖醤油。わあ、みぞれ餅美味しいよね、わかる。納豆餅も好き。あー、餅を割るとあんこの甘みが加わって味変する、おしゃれですね。面白い。え、ねえ、47都道府県のお雑煮食べ比べ絶対面白そうじゃん。あ、名古屋おすましなんだ。じゃあこちらと同じくらいなのかな。あ、これなんて読むんだっけ。ハマグリのだしのすまし汁に、うわ、なんて読むんだろうこれ。に福立堂。あ、のしもし今日買いました。うわ、それ食べきれますか。ねえねえ、あ、やっぱ親戚で分けるの？すごいいいな。え、ね、そうだよね、絶対お高いよね。面白い、いいですね。やっぱ、うわ、親戚に配るんだ、面白。
なんかちゃんと親戚、なんか人付き合い、大人だ。これが大人ってことですよ皆さん。親戚、うわ私ちゃんとできるのかな、なんか大人になって親戚の方にご挨拶とか。はあ、もう二十歳だもん。のし餅はなんかついたお餅を多分平べったくして、もうこんぐらいのやつにして自分で切って食べてくださいみたいなのが多分のし餅ってやつです。あら星ちゃん、ハートありがとう。餅つきしたことない、実はない。でもなんかずっと前に小学生か中学生ぐらいの時に地域でお餅つき大会みたいなのやってて、それを友達と一緒に食べに行ってたね。うわ懐かしい。のし餅ってさ関東のものなの？そんなことある？親戚さ、コロナもあってあんまり会えてないんだよね。でさ、コロナ前はすごい子供だったから、なんか料理、美味しいものをもぐもぐただ食べてたイメージで、あなんか Wii とかで遊んでた。どうしましょう。アラノ家は伝統を重んじるタイプなの？そんなことないと思う。伝統を重んじるってやば、伝統を重んじる、いいな、重んじたいな。私もあんま重んじたことないけど。何持ち投げって、ああ丸餅文化にはのし餅っていうのがないんだ。そうだ、切ってのし餅を切り分けるのが角餅だから、そういうことか。だから知らないのか。そう、なんか大きいお餅があってそれを切るんですよ。丸餅ってさ、もう最初から丸めてるってこと、すごっ、納得。いとこいますよ。面白い。やば、横浜に友達いないと。本当ですか？一人いるよ、一人だけいます。なんか恥ずかしい、改めて聞かれると。やばいよね本当に。地元の成人式は多分出ない。親戚の集まりで SKE の曲歌えばいい。本当？じゃあ歌おうかな。ね、そう、友達は数じゃないから。最近その友達がね、誕生日で、昨日誕生日でね、その LINE ギフトでスタバのチケットあげました。なんか私さ、なんだろう、求婚されがちなのかな、ココちゃんにもファンの方にも。その子にもね、姫たんと結婚したいって言われた。女の子なんだけど私と結婚したいらしい。もう3年ぐらい会ってないのにさ、そんな好きでいてくれるの可愛いね。ねえ、モテモテだね私。姫たん振り袖着ますよ、 SK のイベントで。後輩の女子から好きって言われてそう。いやー、なんかそういうキャラじゃない私。
全然たくさんふざけてました。私の私も姫たんと結婚したい？あなた既婚者ダメ、お嫁さん大事にしなさい。招き猫くん結婚してします。あのイベントもさ、振り袖で踊るの？え？振り袖で踊るの？振り袖で踊るのか。すごい。踊りにくそうだな。あ、そうなの？え、去年そうだったの？振り袖で踊ったの？やば。え、ナナちゃん？ナナちゃんすごいね。へえ、絶対踊れてないじゃん。ダンス部の時どんなんだった？私？全然。もう先輩が怖かった。すごいね。ガチガチのダンス部でしたので、うん、それはそれは練習が酷でしたね。懐かしい、夏の練習とか。文化祭でね、披露するんだよ。でも楽しかったな。入ってよかったって今思ってる。嘘？振り袖で踊んない？ねえ、このルームさ、嘘つきばっかおる。許せん。ねえ。ねえ、嘘つき？泥棒の始まりって知ってる？みんな。え、本当？な、何が？もう怖い。人間不信になる。助けて。え、振り袖で踊る？踊んない？あら、特会はじめましてさせていただいて楽しかったのでまた伺おうと思ってます。お、嬉しい。またおいで。お話しましょう。たくさん振り袖で踊らない？姫たん浮き輪の人、あなたもありがとう。え？嘘ですか？踊んない？踊んない？挨拶だけ？挨拶は振り袖でする？助けて悩ん。ひなぴよ、池田、踊った？あなたたち。招き猫くん、尊いありがとう。怖い。踊らない。踊らない。でいいですか、皆さん。振り袖では踊らない？今嘘つくなよ、ねんねん。衣装で踊ってた？よかったよかった。劇場では着てない？危な危な危ない危ない。そう、なんかね、イベントのやつね、知らない曲がありまして、いい曲だなと思いました。お楽しみに。姫と踊らされましたね。踊っちゃったよ、実家で。危ない危ない。なんかさ、やっぱいいね、知らない曲知れるの。
今何時だ教えなさい、この嘘つき。時間を嘘つくなよ。あ、みんな同じ意見だから合ってるな、これは。23時8分だっけ。これ嘘じゃないな。疑心暗鬼になっちゃう。じゃあもう嘘つきいるからやめなきゃ配信。明日ね、大晦日だね。みんな明日はケーキを持ってくるのでお楽しみに。それも嘘ですか。いやいや、みんなみたいにさ、私嘘つきじゃないもん。明日は大晦日、ケーキ食べ食べ配信。なんか実家だとさ、すごいかしこまっちゃうわ。明日ケーキ必要なの？ううん、一緒に食べたい人だけ持っておいで。明日何時くらい？どうしましょう。あんま遅いとあれ？でも明日は大晦日だから、みんな遅くまで起きてる？ま、明日もツイッターでお知らせする。待っててください。結婚しますしますって嘘つくじゃん。嘘じゃないよ。私のこと嘘つきって思ってたんですか。心外です。遅い方がいい？オッケー。明日も仕事ある人いるの？あーやだ。お疲れ様です。早めに収めてくださいね。はあ、そっか、大変な。お疲れ様、ありがとうございました。あ、そうね、家族サービスもね大事なので、こちらも大事になさってください。ありがとうございました。今日もね、毎日配信5日目、ありがとうございました。良いお年を。ケーキ楽しみにしててね。バイバイ、休み。